は大学の時に教育実習に行ったことなんですけど、もともと初め小学校の教員になろうと思っていて、ただ特別支援学校の免許も持っていたいなと思ったので特別支援学校に教育実習に行ったんですけども、その時に担当させてもらった生徒が得意な力を生かして一生懸命頑張っている姿と、あとそれをサポートしている周りの先生たちの温かい雰囲気が本当に忘れられなくて、先生たちを見ていて褒めるプロフェッショナルだなっていうふうに思ったんです。 できないことがちょっとずつできるようになっていくことももちろん素晴らしいことなんですけど、昨日できたことが今日もできるっていうこともすごくそれと同じぐらい大事なことなんだっていうことをこの実習中に学んで、あ、こういう子ども一人一人と間近で関わりながらその成長を見届けることのできる仕事に自分も携わりたいなと思って特別支援学校の教員を目指しました。はい、他の講習よりもより子どもとの距離が密で、よりじっくりと子どもと一緒に日々関わることができるのも魅力の一つだなと思っていて、だからこそ成長を間近で見て共感することができるというのも魅力だと思っていますし、日々の授業作りの中で障害のある子たちの実態の幅ですごく広いので、一人一人が得意な力を生かしてどうすれば同じ学習体験ができるかなっていうことを考えながら日々授業作りをしています。で、その実際に準備した授業の場面で制作した教材が子どもたちのちょっとやってみようかなっていう意欲を引き出す支えになったりであるとか、あとは活動そのものを笑顔で楽しむ姿につながったりした時に、あ、この仕事やっぱりやっててよかったなって感じる瞬間ですかね。実際に、この仕事を私やっていて、子どもたちの人生の一部分に関わることができるすごく魅力的な仕事だなと感じています。受験をされる未来の先生方お一人お一人もこれまでの人生のご経験で子どもたちに先生だからこそ語れる教材がすごくたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思います。私ちなみに横浜以外の他府県出身なんですけども、横浜は割と他府県出身の先生すごく多くて、その中で地域が違うからこそ日々の会話も盛り上がったりであるとか、あとはそういう会話のきっかけが子どもたちとの学習の授業作りにつながったりであるとか、すごく働きやすい場だなというふうに思っています。ぜひ私たちと一緒に横浜で先生として働いてもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。